はい、こんにちは、本堂明です。古地図でたどる大阪24区の履歴書という本を出させていただきました。いろいろ反響をいただきまして、その反響の一つとして今回このような動画を作っていただくことになりました。で、話の内容なんですけども、今回は150年の大阪の区の歩みというテーマを考えています。で、この本はですね、今まで案外と語られてこなかった大阪の24区の足跡、歴史というものを一般の読者向けに書いた、おそらく初めての本だと思います。で、その内容を動画でですね、さらに分かりやすく、で、本で一冊ね、長い時間かかりますけれども、それをコンパクトにまとめてご紹介したいと。で、今回はその総論として150年間の話をですね、10分少々の短い時間で要点をご理解いただきたいと思って、これからお話しいたします。お付き合いのほどお願いいたします。で、今日の話はですね、3つポイントがあります。まず明治時代にできた最初の4つの区というのは、江戸時代の大阪3号プラス1と、この言葉をね、プラス1というのを覚えておいてください。これが第1のポイントです。第2のポイントがですね、その後大正から昭和にかけてというのは、大阪が人口を爆発した時代でした。それに伴って増区、区が増え、そして区が分かれる分区というのが4段階で進みました。これ4つのジャンプと私は読んでおります。3番目のポイントは、平成に入って初めて区が減りました。原区、区が減った。合区、区が合わさって減りました。これが時代の大きなターニングポイントでした。はい、この3つに沿ってお話ししたいんですが、1つクエスチョンをね、頭に置いておいてください。人口爆発でどんどん区の形が変わって増えていったというのがポイントを言いましたけども、時代ごとに、エリアでですね、分かれていくタイミングが違うわけです。で、これをね、なぜなんだろうということを頭に置いて、いただければ理解がね、ポイントがつかみやすいかなと思っております。ということで地図を見ていきたいと思うんですけれども、はい、ということで2つ地図を並べました。こちらは江戸時代、こちらは、明治12年発行の大阪の地図です。ちょっと見にくいですね。こちらが北なので江戸時代の図、こうやると同じ方向になりますので、そちらはそのままで結構です。こうやって、はい、今このスタジオはこの中の島のこの辺にあります。同じエリアはここですね。大阪市がこの南側に広がっている、はい、目印としては四天王寺がここにあります。四天王寺ここです。この色分けされているエリアが明治の4つの区です。はい、天満周辺が北区、東区、西区、南区、4つの区がありました。で、江戸時代はというと、天満、今の北区にあたるここですね。で、東区、南区のあたりこの辺ですね。で、西区のあたりこの辺ですね。明治の大阪と江戸時代の大阪の市街地というのはほぼ同じエリアです。ということは、出来たてのほやほやの大阪の4つの東西南北の区というのは、江戸時代の大阪3号と呼ばれるものから、引き継いで区になったということです。で、単に3号が4区に呼び名が変わったのかというと、数が1つ増えています。はい、これが重要な意味を持つのではないかというので、後の話に続くんですが、そのプラス1はどこなのか、先ほど
江戸時代の大阪三号プラス湾が明治の4つの札と言いました。まず江戸時代の大阪はこの天満組と呼ばれるエリアが、あります。今現在の北区にあたるエリア、そして北組というのがこの本町あたりをと、天満組のこの川の境目で東西に区切られたこの区域を北組、そこから南を、本町から南川を一帯を南組と呼んでいたわけです。何が違うのかというと、江戸時代の大阪はで東西に町を輪切りにしていました。明治の大阪は、輪切りにはなっているんですが、この西川のエリアが独立をして西区になりました。江戸時代の大阪三号のこう3つあったのを西川だけまとめて1つの国したというのが大きな特徴です。プラスワンというのはそういうんです。で、数が1つ増えただけなのかというとそうではなくて、ここに非常に大きな意味があったんじゃないかというのは、他の関西の政令指定都市、京都、堺、神戸と今現在政令指定都市になってますけども、あちらの3つの町もですね、大阪と同じような時期に区ができました。京都は上京区、下京区、堺は堺区、神戸は神戸区という名前で、それぞれの府もしくは県の直属の区というのができました。はい、大阪はなぜかそのまま受け継がずに西の方が独立をして一つの国になった。単に数が増えただけじゃないんですね。なぜ増えたのかということを考えると大きな意味が、ありました。江戸時代の分岐をもらうと、この西区のエリア、この田んぼをね、水田地帯です。江戸時代に開発された新しい田畑、神田と呼ばれますね。もうこの一帯全部そうです。で、新しい西区はですね、その一帯も組み込んで、大阪の区域になって、で旧市街地も中に入れて、江戸時代の、特に後半に、この辺の開発が大規模に進んだんですけど、その大阪中心部の有力な商人たちがここに、資本をつぎ込んで開発を続けていった。で、そしてその流れが明治以降の近代化の時に、持続していくわけですね。江戸時代以来の西へ向かっていたエネルギーがここで早くも一つの、花を開花したというのか、形になって出てきたわけです。動きが早かったというだけじゃなくてね、その後の動き見ていくと、大阪の近代化というのは非常に、まあ、激動、怒涛と言ってもいいぐらいの激しい勢いで進んでいくわけです。まあ、それを象徴するような意味合いがあるこの、西区のね、独立ということかと思います。これが最初に言いました、大阪三号プラスワン、の明治の誕生、4つの区の誕生のストーリーです。で、こちらの図を見ていただくと、この図の題名は大阪府、区分震災時で、大阪府ですね。で、4つの区はこの当時は大阪府北区、大阪府東区というふうに府に直属です。なぜかというと大阪市というのがまだ存在していません。区は市よりも古くからあって、で4つの区が統合される形で大阪市というものが誕生して、区もそのまま存続するわけです。ですから、まあ、大阪の歴史の始まりは区から始まっていて、で区の形が変わるに従って大阪市の形も変わっていったということなんで、区の歴史を読み解くということは大変大きな意味があると思っております。